皆さん、こんにちは。あじまです。今回はですね、ミラーレスのカメラについて、まあ、シェアですよね。これの割合についてお話ししていこうかなと思います。今回の動画見ていただいて、得るメリットですね。ミラーレスのカメラシェアに関するニコンさんへの印象、え収入源、まあ、事業別のですね、まあ、印象であったり、プロモーションについて、新規顧客と既存顧客のバランスについて、一眼レフ機とミラーレス機のバランス、ニコン頑張れっていうちょっと前にね、流行った ハッシュタグについて思うところであったり、私の所感。結果ですね、大気晩成型のニコンを知るっていったところが可能になりますので、今回もぜひ最後までジマチューブ見ていってください。はい、改めまして、ジマです。いつもですね、動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。先日、こんなご質問をいただきました。 こんにちは、島さん。ミラーレスに関して、ニコンのシェアが低いようなんですけども、どう思われますかっていうやつですね。ご視聴いただきありがとうございます。下が私の回答ですね。シェアの対象をミラーレスに絞り込んでしまうと、まあ、ニコンはどうしても、まあ、厳しくなりますよねって言ったところで、情報を整理し、私なりに、まあ、咀嚼してから、まあ、動画にて回答いたしますと。で少し前から、まあ、複数のメディアにてニコンに対し、まあ、厳しめの見解って言ったものが、 まあ見受けられると。で、カメラ市場の縮小であったり、人気機種をまあ出せていない。業績的にも、まあ、年対比で厳しい結果となっている。で、これらが、まあ、要因となっているかとは思うんですけども、今回の、まあ、ミラーレスのシェアに限って、というか、絞っての評価っていうのは、個人的にちょっとね、しっくり、 来ないところもあるので今回は語り会にしようかなと思いますこのチャンネルですね。えー、ジマチューブと申します。カメラ塾ですね。有料級の撮影知識っていったものを学んでいただくことが可能になります。カメラ情報を効率よく収集できますし、試すことであったり、まあ調べるといったですね、手間と時間を、まあ、節約することができます。過去に200本ぐらい動画を投稿しておりますので、体系的にね、まあ知識を学んでいただくことが可能になりますので、初めての方はぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今回は まあニコンさんをはじめとしたミラーレスのまあシェアに関するお話なので動画内でまあ学んでいただいたことであったりとか気づいた点思ったところをですねお気軽にあのコメント欄にあの書いてもらえると嬉しく思います私は キャノン派です私はソニー派です。ニコンを前まで使ってましたが、今となってはもう別のメーカーに移りましたとか、いや、ニコンのミラーレスを使ってますよとかね、いろいろ書いてもらえると嬉しく思います。じゃあ、早速本題ですね。カメラ市場の縮小っていったところで、まあ、シーパーさん、えー、カメラ、 映像機器工業会の発表では2020年のデジタルカメラの世界出荷台数っていうのは19年の、えー、比べますと42%減の888万台42%っていうともうほぼ半分減っちゃってるってところですよねスマートフォンのカメラが高性能化して、まあ、今回のね感染症っていったものも、まあ、収まるところがあんまり 見えていないところもあって消費ですね冷え込んでいるなどいろいろなまあ要因があるとは思いますで気軽に外にですね、まあ、撮影に出れなくなっているっていったところも、まあ、売り上げ減のまあ要因になっているんじゃないのかなとで台数ベースでまあピークだった2010年、まあ、1億2146万台の14分の1にまでま激減しているとこの10年間でカメラは14分の1 にまででちちっっっっゃくなてているって言ったところですねで機種別で見るとミラーレスが26%減の293万台で47%減の237万台の一眼レフっていうものを年間ベースで向くと今まで、まあ、カメラっていうと一眼レフっていうものが、まあ、大きく割合を占めていたんですがもうついにミラーレスの方が、まあ、出荷されているという形になっていますね なのでカメライコールもうミラーレスというような、まあ、印象があるかなと。で、今回のテーマについて参考資料とした、まあ、ウェブサイトっていったものはですね、リンクにあの概要欄の方に記載しておきます。で、次のスライドですね。ニコンのミラーレスをいじめないでっていったところで、20年1月から 9月のミラーレス市場で見ると、確かにソニーさんが35%を確保していて、キャノンさんが次いで30%とワンツーフィニッシュですね。で、フジフィルムさんが3位12%で、オリンパスさん、まあ OM デジタルソリューションズさんですね。こちらが8%で、ニコンは7.5%。なのでミラーレスで見ると、ニコンは第5位という結果ですよね。このシェア率だと、オリンパスに続いて、まあニコンも カメラ事業の継続厳しいんじゃないのと、まあ、評価されるのは、ん、納得って言ったところがありますよね。で、確かに事実としてニコンはミラーレスというもので見るとシェアは低いです。ただカメラはですね、一眼レフであったり、まあミラーレスっていう種類がありますよね。で、センサーサイズで見るとコンパクトデジタルカメラであったり、APS-C であったりフルサイズ、あとはまあ中盤などのですね、いろんな種類、大きさ、 様々な見方があると思っていますでフルサイズ機のみで見るとっていうこちらのスライドですね過去動画でお伝えいたしました通り、まあ、比較的高価格帯のフルサイズ機に限定したらばした場合ですねここ数年の、まあ、シェアの動きを見ていくと2018年の半ばからソニーさんがね大きく伸びているんですよこちらのグラフの通りですね オレンジ、まあ、茶色っぽいやつですねこれが、まあ、ソニーさんになるんですけども2018年ぐらいからぐいっと大きく伸びてそこからもう常に1位をキープしているようなで逆にニコンさんは、まあ、加工傾向っていうのは正直事実としてありますこのフルサイズ機っていうミラーレスと一眼レクを含めても加工気味っていうのは事実として ありますで2020年の末時点ではフルサイズ機に限っては一眼レフ機を含めてもう20%ほどの、まあ、シェアっていったところになるので42%はソニーが確保しているで30%ぐらいはキャノンさんが確保しているもうここでだいたい70%ぐらい埋めてるんですよねでニコンが20%ぐらい埋めて90%ぐらいをこの3強が埋めていて残りのちょっとですね、まあ、他の他社メーカーさんがまあ競い合っているという状態です ニコンはまあ構造改革中っていうところで、冒頭はまあミラーレスのシェアではニコンは5位だと。で、フルサイズ機っていう見方をすればニコンは3位だと。なので、どういった指標で見るかによって結果って変わってくるんですよね。で、ニコンは今構造改革中っていったところで、すでにまあニコンはですね、カメラ事業の運営費っていったものを削減する計画をまあ発表しております。で、少し前、11月頃にニコンはですね、70年以上続けてきたボディの国内生産を 終了しますという発表がありましたね。で、メイドインジャパンの、えー、カメラが、まあ、ニコンからなくなってしまうのはコストカットの面とかまあいろいろあるのはわかりますけども少なからず、うん、既存のねニコンユーザーからするとちょっと思うところはあったかなと。で、商品企画であったり、まあ、開発の面ではですね フロー向けであったり、趣味層向け、ハイアマチュアにまあシフトする方針で、今後のラインナップとか商品コンセプトにまあ変化が出てくるかなっていうのは予想できるかなと。なので、ミラーレスがグイッと伸びた直近3年間で変化の波に乗れなかったのは確かに事実としてあるんですけども、大気晩生型のニコンっていうのは徐々に良い,い商品をリリースするんじゃないのかなっていうのは予想しています。 で個人的に思うところとして、富士フィルムさんであったりとか、オリンパスさんといった比較的エントリー機を含めてミラーレスを展開しているメーカーと、ミラーレスという市場をもう開拓したソニー。一番初めは、これはカメラじゃない、家電やとかですね。あとは、ミラーレスはおもちゃやであったりとか、カメラと言えるかこんなもんみたいな形でミラーレスって結構風当たりきつかったんですけどね。市場の変化にまあ柔軟に対応していって、シェアをまあ獲得したと。でその ソニーさんが開拓した市場の勢いがすごいから、それをちゃんと情報としてキャッチして、キャノンさんも後を追いかけた。で、実際、まあ、後を追いかけて成功したっていうような印象がありますね。で、ニコンさんは、まあ、既存顧客層に一眼レフの、まあ、カメラのですね、利用者さんが多くて、Z 系統ですね。まあ、Z50 であったり、Z5 であったり、Z6 であったり、Z7 っていったものの、Z 系統が、まあ、正直なところ、まだ発展途上感。 が見受けられ、まだ買い時ではないという印象が、まあ、あってもおかしくないと思います。めちゃくちゃいいカメラを作ってはいますけども、これまだまだ追い込めるよねっていう余地は十分あるカメラかなという印象がありますね。マウント縛りもありますので、F マウント所有者 の方はですね、今のカメラ構成、自分が揃えているレンズであったり、カメラのボディっていったものに不満があるか、もしくはそれ以上に Z マウントへの魅力を感じた方っていうのが、Z マウントの方に移行しているような印象です。もしくはまあ F マウント持ってるけども、まあ、Z マウントのカメラも揃えたいなっていう方ですよね。で、ニコンもまあキャノンのようにミラーレスへ思い切った切り替えっていうものをしていれば、もっと違ったね。 結果になななっってていいいたかもしれないなってのは思いますでカメラ市場の縮小で、まあ、新規顧客っていうものが見込めない中ニコンさんの、まあ、既存顧客ですよね私たちの既存顧客を、まあ、大事にしてくれた結果が、まあ、今かなっていうふうには感じています。でそれが結果として今、まあ、どの業界だったとしても変化が激しい市場ですよね。なのでそこに まあ、ニコンさんが追いついていないというか。 うんまあそこまで変化に対応できなかったっていう印象です。で、それが普通の企業であれば、まあ企業存続にまあ関わる大ダメージになるかなと思うんですけども、まあ、ニコンさんの場合はソニーさんとね、キャノンさんが先にグイッと進んでくれて、成功を収めた機能とか特徴とかスペックっていったものを模倣していく形でもいいんじゃないのかなって個人的には思います。まあそこまでニコンさんの財布が持つかっていうところですよね。で、ニコンにまあソニーのような 革命的な、まあ、新しい技術であったりとかキヤノンさんのような思いっきりの良さっていうのは正直期待あまりして いいないですニコンさんに期待しているのは堅実的で長く使える一回買うたら長く使える機材を求めていますそれが結果的に新陳代謝がねいまいちやったりして売り上げ減につながったりもしているのかもしれないんですけども私は個人的にはやっぱり堅実的な長く使える機材っていったものをニコンさんにはま求めているかなとでミラーレスがまだ進化する商材である以上はニコンさんの戦略的にシェアを大きく伸ばすっていうのは正直難しいかなと思いますどん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 進化していって してていいってフットワークの軽いやっぱり企業さん、ソニーさんなんかの方が強いかなっていうのは思います。で、レフ機の顧客層を大事にしつつ、ミラーレスがね、まあ、コモディティ化して、差別化が弱くなった時に、やっぱりニコンやねっていう時代が来るんじゃないのかなと。なので、もっとミラーレスが進んでいって、一眼レフのように、ミラーレスもなんか航続機いろいろ出てるけど、何が変わったんって言われるぐらい、ミラーレスのも機能が、 まあ、ある程度出来上がってしまった時からニコンの本気かなっていうか本領発揮かなっていう印象ですできっとその時にはもうミラーレスっていう市場を開拓する、まあ、コスパあんま良くねえなーってところでもうソニーさんははるか彼方おそらくもうカメラ作ってはいるでしょうけども なんでしょうね。もう AR とか VR とかもうゴリゴリに搭載しているようなもうカメラかなんかようわからへんもうをきっと作ってるんじゃないのかなってのは個人的に思います。もうほぼロボットやんっていうようなものを作っているのじゃないのかなーってのは思いますし、ソニーさんにはそういうのを作ってほしいなっていうのもちょっと思いますね。で、次のスライドですね。収入源となる別事業が気になるって言ったところで、ソニーさんやキャノンさんと違って、まあ、ニコンはですね、映像技術って 映像技術、映像事業が収入源のまあ大きな割合、約38%を占めてるんですね。で、キャノンさんは、最近ね、減配みたいなものがあったりして、少し怪しいんですけども、ソニーさんはまあ別事業でもしっかり成長している勢いある企業です。で、ニコンもまあ映像事業以外で収益が大きく取れると、もっと安心感が出たり、攻めの戦略を取ることができたのかなとは思います。ニコンはどうしても映像事業が だいたい3840%ぐらい埋めていてで正規事業っていったものが40%ぐらいこの2本柱がやっぱり大きいんですよねなのでそのうちの1つのカメラっていったものが若干まあ、うん、右肩下がりの市場である以上ちょっとしんどいところがあるかなとカメラ市場そのものが縮小してはいますが、まあ、動画であったり映像のね解析技術みたいなものを含めた映像事業 ま大きく見るとそういった映像事業っていったものはまあ今後もまあ需要がある分野だなと思っていますで。ニコンは変化に対応するのは確かに遅いところはありますけども堅実でまあ確実なニコンクオリティの商品っていったものを出すのでこのニコンの良さを伝える手段がより一層大事になってくるかなといいものを確かに作ってるし 長く使えるから、そういう意味ではコストパフォーマンスの良い,い商品を作ってると私自身すごく感じています。ただそれを上手に伝える手段っていうものがちょっと他のメーカーさんに比べると弱いと言いますか、印象に残りにくいって言ったところがあるかなと。良い,いものを作ってるのにっていう、まあ昔ながらの日本のちょっと職人気質的なところがあるのかなっていうのは感じますね。 で、次のスライドですね。カメラに求めるものっていったところで、高品質でそこそこ高いカメラっていう需要が、まあ、どの程度今市場にあるのかっていうのがちょっと気になるところですよね。気軽にスマートフォンよりも、まあ、いい写真がコストパフォーマンスよく撮れるカメラっていったものを求めている層が、 聞いてる限り最近増えているかなと。私自身が質問される内容から聞いてると、まあそういった印象が、まあ、増えているかなっていうふうに感じます。で、そういった顧客層を、まあ確実に獲得していって、マウント縛りをいい意味で活かして、まあ自社製品内で上位機種への、まあ、変更を進めていっているのがソニーさんのように、まあ、思えるかなと。なので LTV を伸ばすであったり顧客単価を伸ばすっていうところはソニーさんやっぱり上手いのかなってのは思いますね。で、ニコンは現状、まあエントリー機。 Z 系統で見ていくと、今回ミラーレスがね、あの、テーマになっているので、Z 系統で見ていくと、ちょっと弱いかなと。まあ、今後登場する Z30 とか Z70、これ、括弧仮ですよ。名前まだ正式に出てないんで、括弧仮なんですけども、この Z30 とか Z70 がどの程度、まあ、売れるかがポイントになってくるかなと。 セカンドチャンネルの方で Z30EVF、まあ、レスになるのかなみたいな話はしてはいるんですけども、この Z30 っていったところが、まあ、D3000 系統とか D5000 系統が、まあ、廃盤になって、この Z30 っていったものがどの程度ニコンのエントリー層を確保してくれるのかが本当にポイントになってくるかなと。でミラーレスのエントリー機が売れていると、しれっとですね、 入ってくるのが3位に富士フィルムさんが入ってるんですよね。なのでニコンさんが確かにミラーレスでちょっと伸び悩んでいる時に富士フィルムさんが結構売れてるっていうね。確かにここ最近私自身もセカンドチャンネル含めて富士フィルムさんを取り上げることが多いなと思いますし、富士フィルムさんの新作がより一層気になってるなってところがあります。で、オリンパスさんも今、今4位にいる OM デジタルソリューションズさんに名前変わってますね。上位にいらっしゃるんですけども、まあ結果として、 カメラに求めるものであったりとか、市場がある程度、まあ、固定化されてきたときに、1位と2位っていうの、ソニーさんとキャノンさんっていうのは、正直あのシェアから見ると、結構強いと思います。もう1位、2位はソニーさんとキャノンさんが、ま、くるくる回ってるだけかなっていうふうに感じて、3位の、えー、ニコン、オリンパス、富士フィルム、この3つの機種が、ま、大体1位と2位が30から、ーんー、まあ、60、70%ぐらい、 シェア埋めたとして残りの30%ぐらいをこの3社が競い合う感じになるんじゃないのかなと。で、3強としてね、やっぱりニコンさんには頑張ってほしいので、じわ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 と、えー、その3、4、5位の争いから3位を確実に取っていってほしいかなってのはニコンユーザーとしてね、確実、個人的には思うところですね。で、次のスライドは、あと2年は我慢かなっていったところで、 売れ行き的にカメライコール、まあ、ミラーレスとなりつつある現状でニコンを使うのは肩網が狭いと思われる場合もあったりします私自身はまあそんなに何も思わないんですけどもただ850であったりとか D500 の後継機も期待できますし一眼レフとミラーレスを両方拡充するという方針のニコンに対して あと2年はミラーレスに関しては我慢が必要かなって思ってます。ソニーさんがまあ3年ぐらい前にミラーレス市場っていったものを開拓して、結果的に大成功を収めたと。で、その成功によっこいでしょーと。なんか、ミラーレスっての、うん、流行ってるらしいけど、わしらもちょい動こうか。みたいな形で、やっとこそ重い腰を上げて動き出しているような、まあ、印象ですよね。で、ニコンが好きであれば、きっと、 まあこういった状況だったとしても、ニコンさんのカメラをまあ使い続けるでしょうし、この機会に、ニコンすっきやねんけど、他のメーカーもええなと思って、富士フィルムの良さを知ることもあると思います。で、私自身がその一人だったりします。富士フィルムさんの良さを改めて再認識した、まあこのミラーレスの市場の変化っていったところですね。20年ぐらい前ですね、私が前前職の関係でいろいろカメラを触っているときに、 フジフィルムさんの F マウントが使えたカメラがあったんですよ。おそらく FINPIX の S シリーズやったと思うんです。ボディはフジフィルムのカメラなんですけども、使ってるレンズは F マウントで、で、ニコンのカメラを使ってたので、F マウントが共有できるフジフィルムさんのカメラっていうのがすごく印象的で、でかつフジフィルムさんのこの操作性とか、なんか、 コンセプトっていうのが結構好きで、富士フィルム様はまあ個人的にね、結構思い入れのある、結構好きなカメラなんですよね。まあ、ソニーさん、キャノンさんもめちゃくちゃいいんですけども、ちょっとどっちかっていうと、まあ、ニコンよりといいますか、ちょっと堅苦しい感じの、まあ、イメージ、まあ、カメラらしいってのが、まあ、富士フィルムさんかなっていう印象がありますね。ちょっと脱線しましたね。で、次のスライドですね。そんなに、もう、3年前からね、ミラーレスがグイって伸びてんねんで、で、 ここから2年待てって、そんなに待たれへんわっていう方に対してですね、まあ最新機能と利便性っていうんですかね、利便性を兼ね揃えたまあキャノンであったり、革新的で、もう当たるか当たらないかようからへんけど、とにかく新しい技術をどんどん盛り込んで、もうどん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 改革していきますっていうソニーさん。で、マウント縛りなんかをまあ気にせずね、財布と相談して、もう予算を思い切って使って、 ストレスなく使いたいカメラに変えればいいと思ってます。そんなに待てへんわっていう方には。なので、今ニコン使っててもそんなに待てへんわって方は、もう一層ごとソニーとかキャノンさんに移ってしまった方がいいと思います。で、3年後とか4年後とかに、やっぱりニコンの方がいいかなって思ってニコンに戻られるだったりとか、あとはもう乗り換えてしまって、もう乗り換えてこれで不便ないわっていう時であれば、もうそのまま使い続けたらいいかなと思います。カメラはどうしてもやっぱり所有することであったりとか、 メーカーにこだわってしまうっていうのは実は本質ではないかなって思ってます。写真を撮ることそのものがやっぱり本質なので,で、その写真を通じて何の価値を提供できるのかっていうのが大事になってきますので、その写真へのアプローチ手段として効率のいい機能や、まあ、操作性、 高品質なレンズなどがあるかなと。で、カメラは安い買い物ではなくて、私自身ですね、一度買えば、まあ3年後ね、まあ数年は持つものだと思ってます。で、隣の芝生はやっぱり青く見えるではないんですけども、堅実的なニコンのカメラをですね、やっぱり主軸に考えていこうかなと。ニコンユーザーはニコンに甘いでってよく言われるんですけども、私がその典型的な、まあ、 例なのかもしれないですけどね、この話をしていると。で、私自身ニコンは進めているかっていうと、他の人にニコンはあんまり勧めていない現状があります。えー、日頃よりですね、多くの方からどのカメラがいいってまあ聞かれるんですが、機能的にですね、やっぱり革新的なソニーさんか、外観含めて楽しめる富士フィルムさんみたいなものをお勧めしています。で、無理に、 進めても、やっぱり結果的に購入者様の不満が出てしまうと、まあ Z シリーズであったりとかニコンさんの、まあメーカーそのものに申し訳ないって言ったところがあるので、あんまり無理に進めてないです。ただ、レフ機が欲しいとなった時には、ニコンのまあ魅力を語るようにしています。一眼レフやったらもうニコン選んどきっていう風に選んでおすすめしてますね。で、ミラーレスがいいっていう展開であれば、今の段階では Z50 がありますけども、 まあレンズのね DX レンズのラインナップなんかも含めて今の段階ではあんまり進めていないですカメラってやっぱニコンだよねっていう意見を持っててミラーレスのカメラが欲しいんですっていう人に限ってはもうスイッチが入って全力で熱く Z50 をねこの右下にある Z50 をまあ進めるようにしていますねまあ結構私のところにあの質問される方は結構ニコンがいいんやけどほんまにニコンでええんかなって心配がある方が多いかなと 次はちょっと脱線して、ハッシュタグ、ニコン頑張れに思うことですね。少し前に SNS のトレンドにですね、まあ、ツイッターだったかなと思うんですが、入ったこのハッシュタグなんですけども、まあ、個人的にちょっとね、違和感があったんですよね。カメラという商材として成熟しつつある昨今コン、今ちゃう、昨今ですね。昨今に、各メーカーが差別化を図りにくくなってると。で、ニコンはミラーレスに参入後、 まあ変化が激しい市場に食らいつくように、良くも悪くも、ニコンらしさというか、ニコンっぽい癖がちょっと弱くなったかなってのは思います。どっちかというと、ちょっと優等生と言いますが、うーん、ニコン、ニコンだよ、ニコン、ニコンなんこのカメラっていうようなものが、 増えてきたかなっていう印象です。で、確かに株価含めた業績であったりとか商品ラインナップに頑張れニコンっていうのは言いたくなるのはすごく気持ちとしてわかるんですけども特別何か不祥事であったり事故などではなくガチンコで戦って市場シェアを奪われている企業なんですよね言うたらニコンっていうのはなのでそこに頑張れっていうのがトレンドに入ってるのが若干複雑でしたそれなら勝ったでニコンさんとか 不況したでニコンさん、えー、売上に貢献したでニコンさんみたいなハッシュタグが入った方が良かったかなってのは個人的に思います。今回はねすごくあの個人的な見解があの多いんですけども、何かねこのミラーレスっていったところにフォーカスを当てて、まあニコンの企業が大丈夫なのかっていうちょっとえー、挙げ足取りじゃないですけども、ちょっとピンポイント的にニコンをいじめているようなまあ印象が個人的には感じたので、そこも含めて。 カメラって別にミラーレスだけじゃないしセンサーサイズ別とかであったりとかレンズ含めたいろんな見方があるので特別ミラーレスがシェア取れてないからニコンがダメってことじゃないよっていうのをですね今回日曜日の夜に語っておこうかなと思って今週は頑張って3本取りました気分転換ねマイクの位置も変えてみた ところもありますので今回のね動画が誰かのまあ、皆様のねお役に立てれば嬉しく思いますまた次の動画でお会いしましょうと言いたいところですがチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたしますねじゃあまた次の動画でお会いしましょうバイバイ